子供の時、誰がお年玉をくれましたか母がお年玉をくれました。子供の時、誰がお年玉をくれましたか誰もくれませんでした。去年の誕生日、誰がプレゼントをくれましたか 友達が新しい靴をくれました。去年の誕生日、誰がプレゼントをくれましたか恋人が高い時計をくれました。去年のクリスマス、誰がプレゼントをくれましたか彼氏が 花をくれました。去年のクリスマス、誰がプレゼントをくれましたか誰も何もくれませんでした。誰に日本語を教えてもらいましたかゆか先生に日本語を教えてもらいました。 誰に日本語を教えてもらいましたか自分で日本語を勉強しました。誕生日に何を買ってもらいましたか財布を買ってもらいました。誕生日に何を買ってもらいましたか 時計を買ってもらいました。お金がないとき、誰に貸してもらいますか友達に貸してもらいます。お金がないとき、誰に貸してもらいますか母に貸してもらいます。毎日 誰が料理を作ってくれますか夫が料理を作ってくれます。毎日誰が料理を作ってくれますか母が料理を作ってくれます。毎日誰が料理を作ってくれますか自分で 料理を作ります。週末、ベトナムを案内してくれますかええ、いいですよ。週末、ベトナムを案内してくれますかすみません。週末は忙しいです。 子供の時誰が本を読んでくれましたか母が本を読んでくれました。子供の時誰が本を読んでくれましたか誰も読んでくれませんでした。ふるさとへ帰った時、両親に 何をしてあげますか料理を作ってあげます。ふるさとへ帰ったとき、両親に何をしてあげますかたくさん話をしてあげます。ふるさとへ帰ったとき、両親に何をしてあげますか マッサージをしてあげます。友達の誕生日に何を買ってあげますか新しい財布を買ってあげます。友達の誕生日に何を買ってあげますか何も買いません。 日本人の友達にどこを案内してあげますかホアンキエムを案内してあげます。日本人の友達にどこを案内してあげますかハロン湾ンを案内してあげます。